時刻は5時半を回りました。つながるラジオのお時間です。パーソナリティは松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、皆様最後までお付き合いください。この番組はみんなとつながる、広がるをテーマに青森県の津軽からお届けしていきます。ということで、今日のつながるラジオまだ、お送りしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、このラジオは、YouTube でも配信しておりますしですね、あとマイチューナーラジオとか、リスラジっていうアプリでもお聞きいただけるかなというふうに思っておりますが、もしよろしければですね、今日 YouTube でご覧の皆様はですね、今せっかくなのでご覧いただいたら嬉しいなと思ってます。はい、今日もちょっと外からですねお届けをちょっと実はしてまして、ですので少しですね音声状況悪かったり、あとは風切り音っていうんですか、そういう風の音が入ったりですね、あと車の音が入ったりとか、そういった自然豊かな音、車の音は豊かではないですけど、自然じゃないけど、はい、そんな音もですね今もすでに入っていると思いますけど、ちょっとご勘弁いただければなというふうに思います。メッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com、797@fmgino1.com、ぜひですねメッセージを寄せいただければなというふうに思ってます。はい、ということで、まあ私は一体今どこにいるのかというとですね、私は青森県の弘前市というところに住んでおりますので、今日もその弘前からですね、津軽地方と呼ばれている場所からお届けを実はしているんですけれども、ちょうどこの YouTube をご覧いただけるとよくわかるんですけど、画面のですね、まあ、右側といいますか、後ろにちょうど山がですねポコッと、ちょっと今日曇り空なんでね、霞んで見えてるかもしれませんけど、こういうふうに山がですね映ってるんですよ。ちょうどですね、何ですかね、富士山のような、普通山っていうと山脈がこう連なってるっていうかですね、こう山並みがあるっていうふうに思うんですけど、富士山もどちらかというとこう山並みあるんだけど、こうポコッとこういきなりこう地面から突出しているような見え方するじゃないですか。で、実はこの私が今いるこの弘前市もですね、そういうふうなお山がありまして、名前は岩木山と呼んでおります。岩はロックのね、普通石の岩、あとは樹木の木ですね。で、山の岩木山というお山の名前なんですけれども、別名、やっぱりですね、津軽富士なんていうふうにも言われたりしてるんですよ。うん。やっぱり、なんだろうな、こう、富士山のように、ちょっと由来はね、ちょっと僕も詳しくはあんま知らないですけど、富士山のように、多分こうポコッとね、ここだけいきなり山になってるっていう、そういうふうな、山の形をしているので、うん、多分そういうことなんじゃないかなというふうに思うんですけど調べてないんでごめんなさいそんなところからですね、ちょっとこう富士山が、あ、これ富士山じゃない、岩木山が見える場所からお送りをしていきます。はい、ですね、それではまあ早速ですけどですね、始めていきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家のお困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、 Facebook ページからお問い合わせください。はい、5月14日のつながるラジオをお届けしております。改めまして、皆様こんばんは、こんにちは、松山秀和です。よろしくお願いいたします。毎週日曜日は5時半からですね、私が担当させていただいております、つながるラジオは青森県の弘前というところからお送りをさせていただいております。で、今日はですね、そのちょっと外からお送りをしていてですね、まあ、どうして今日外からお送りしようかなと思ったのは、
まあ、5月にちょうどゴールデンウィークも終わってですね、まあ、入って、リンゴの花、私たちのこう名産物であるリンゴの花がですね、だいぶ咲き誇ったんですよね。で実はまあこの放送日、オンエア日に関してはもうリンゴの花はちょっと散ってしまってるんじゃないかなとは思うんですけど、あの事前収録のメリットを生かしてですね、そういったリンゴの花の満開の模様をちょっとお届けしてきたらいいかなというふうに、考えてます、うん、ですのでこの後ですね、まあ、ラジオなのにリンゴの花が満開だよっていうことをお届けしていくのとそういう、もうなんか YouTube メインになっちゃってますけどね、はい、まあ、ラジオでもできる限り雰囲気お伝えしたいと思ってます。でリンゴの花が今咲き誇っていたシーズンのですね、ちょっと模様をお届けしていく回にしていきます。でリンゴの花っていうのはですね、まあ、この後、レポートしていくんですけど、あのだいたい5月の中旬ぐらいだから今のちょうどオンエア日ぐらいにだいたいいつも咲いているんですよ、うん、で今年はね、あの桜皆さんの地域でもだいぶ早く咲いたかなというふうに思うんですけど、暖かいですよね。ゴールデンウィーク中になんか30度超えたりもしたと思うんですよね。それくらい気温がやっぱ高かったやっぱ春というか、うん、いうことで、まあ、桜も、まあ、もちろんなんですが、やっぱりリンゴの花も例外ではなくですね早く咲いてしまいましたで一番早くは確かあの4月の下旬ぐらいにもう咲いてたような形でしたので、まあ、ざっくり3週間ぐらいはもう早いっていうようなですね、そんなイメージなんですよね、うん、なのでこう弘前はこう桜も有名なんですけど、今年のゴールデンウィークはまあ、ね、桜残念ながらもう葉桜が満開っていうような状況だったんで葉っぱ満開の状態でしたから、ちょうどまあ観光にねいらしていただいた方はリンゴの花をねお楽しみいただくことができたんじゃないかなっていうふうには思っているんですけど、普段はね桜とリンゴの花って同時に絶対楽しめないもんなんで桜見れなかった分リンゴでちょっとお楽しみいただけたかなというふうに、ちょっと思ってるんですけどね、うん、まあそういうふうなこう5月の中旬ぐらいに咲いていくお花になります。で、私が今ですねいる場所は、ちょうどそのリンゴ畑、リンゴ農園の中にあるこうちょっとこう休憩所みたいなところというですね、でちょうど後ろに岩木山っていうお山が見えるところをちょっといい感じで映ればいいなっていう感じのことで、ちょっと横にずれて実は喋ってるんですけど、うん、なかなかピントがあったり合わなかったりだからね、ちょっとお山にピント合わせよう、はいまあそんなところからお話をしてます。ちょうど今ここ喋ってるところもですね、ちょっと見えた方がいいかな、本当にリンゴの畑があるんですが見えないよな、どうしたら見えるかな、あこんな感じだと見えるかな、ちょっと分かりづらいですけどね、私のこの画面の、まあ、右奥後方が今リンゴの畑になっております。そんなところにおります。でここ今ですねすごい蜂が飛んでて、めちゃくちゃ今蜂に囲まれて収録してるんですけど、まあ、なんで蜂が飛んでるかっていうとですね、この桜のリンゴの花が咲いた時にマメコバチっていうそれ蜂ですよねを放すんですよ、農家さんが。でその蜂って蜜をね、花を渡れるって蜜をこう吸う習性があるじゃないですか。でリンゴの花も当然受粉作業がやっぱ必要で、おしべとめしべって多分あるんだと思うんですけど、すいませんあんま詳しく分かってないですけどねざっくり言いますねそれをこう受粉作業するのってやっぱり大変なんですよ。一つ一つの花をねやっていくの大変なので、なのでマメコバチのそういった蜜を蜂の習性を生かしてですね、花の蜜を集めながら、まあ、受粉作業をしていく、そんなことをやっているためにですね、この時期になるとどこの農家さんでもこう蜂をこうバッとこう園内に放すんですよね、うん、そうするといろんなところにやっぱり蜂がいまして、当然我が家も
リンゴ畑の中にありますので、我が家の庭の蜜も吸いに来ますし、お仕事ね、蜂さんのお仕事、我が家の庭ではないんですけど、やっぱり流れてきますしね。っていうところことがあって、私が今いるところも周りがリンゴ畑のせいで、蜂にちょっと囲まれるっていう、そんなところからお送りをしています。はい。まあこれもまあ季節の風物詩みたいなもんだと思ってですねいるんですけど、で豆小鉢はもう刺さないんでね、あの鉢ってこうブスッと刺すイメージありますけど、あんま刺したりしないんでね、あの僕も安心してここでくっちゃべってますっていうような感じなんですけど、はい。でまあ、 あの前置きねちょっとだいぶ長くなりましたけど、あのせっかくリンゴのね今日今収録してる日はまあ、花は咲いてるんですけど、ちょっと満開時期は過ぎてしまっているので、満開咲き誇ってる時のですね模様を収録をしておりますので、そちらの、まあ、映像を見ながらちょっと、皆様ラジオの皆様にもですねどんなもんなのかとどんな感じなのかっていうのをレポートしていきたいと思いますし、で YouTube をご覧の皆様はですねそのまま楽しんでいただければなというふうに思います。はい、それでは、ちょっと事前収録したものですね、今からお届けしていきますね。はい、それではどうぞ。はい、早速ですけれどもお届けしていきますね、私が今歩いているのはですねちょうど車1台ぐらい通れるかなぐらいのアスファルト舗装された小道なんですけどね、左側にリンゴ畑が広がっていて、右側は、まあ、新しい畑になっていて、左を右もどちらもリンゴ畑が広がっている、そんな道を歩いております。本当どこまでも続いていくようなリンゴ畑でしてですね、実は私ここお散歩コースになっておりまして、はい、あのちょうど見えてきた、白い花のようなですねものが見えてきていると思うんですが、これはリンゴの花ですね。アップしているものは最後の方にですね、お届けできると思いますので、ここからはちょっと引きの映像になってますけど、はい、こんなところをいつも歩いてます。で次にご覧いただくのはリンゴの薪ですね、木を切ったものなんですけど、薪でこう使ったりもしますし、あとはなんかこう農家さんがねいろんなものを燃やすときに、肥料として使ったりとかですね、売られたりもしてるみたいです。うん、こちらにあの防風ネットって呼ばれるですね野球場のこうネットのようなものが貼られているんですけど、畑を巡らしているんですけど、やっぱりリンゴってあのすごくねあの風に弱い、実がなったらですね風落ちちゃうっていうこともあるので、こういう防風ネットをですね、貼っている、そういうリンゴ農家さんもたくさんいらっしゃいます。あとリンゴの木も様々あってですね、すごくこう古い木もあれば比較的新しい木もあります。今この映像でご覧いただいているのはちょうど2メーターぐらいの背丈のものですね。で細さはそうですね直径まだ15センチも満たないぐらいなんと思うんですけども、普通はですねもう幹、木の幹ぐらい、まあ、40センチ50センチぐらいに成長するんですけど、まだまだ若い苗木たちが、これも実を なるんですけど、これも実を結ぶんですけど、苗木たちが並んでいる畑ですね。でリンゴ畑、私がこう近くの住んでいるリンゴ畑はかなり高層地、あの市内でも高いところにありますので、市内を一望できるようなところに畑が並んでいます。でリンゴの花がこちらになってまして、真っ白い花でですね、桜の花によく似てるんですけども、桜の花よりも少し一回りぐらい大きめな、花になってますかね。でつぼみの時はですね、ほんと桜色、ピンク色だったり濃いピンク色なんですけど、花を開くと薄ピンク色、本当だから桜に似てますよね。うん、で、すごくこうですね、今もう無数にあの本当に満開状態の時に撮影させていただいたものなので、無数に咲き誇っております。でこの後桜と一緒にですね同じような形で、リンゴの花吹雪を楽しめるんですね。はい、ちょうどオンエア日はリンゴの花吹雪も終わっちゃってるかなぐらいですけど、こういったのがリンゴの花になってます。はい、ということで、お届けをしていきましたけど、満開のリンゴの花ちょっとご覧いただきました。どうでしたかね。初めてリンゴの花 YouTube の方で見るよっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、少しね
桜よりも大ぶりな感じのお花が咲いてですね、すごくこう綺麗な、真っ白いお花、ちょっと薄くピンク色のようなそんなお花なんですけど、はい、ご覧いただきました。これからですね、まあ、農家さんとしてはもう本番っていうような、いよいよスタートを切ったなっていうような感じじゃないかなというふうに思うんですけど、私自身もですね、実は農家のちょっと出身ではないので、あまりリンゴ農家さんがどういう仕事をしているのかっていうのをきちんとは理解していなくてですね、今年はちょっとせっかくなんで農業体験というか、そういうことにもちょっとチャレンジしたいなっていうふうに考えてるんですよね、うん、毎日はちょっと難しいですけど、こう手の空いてる日とかは、うん、農作業をちょっと手伝いに行ってみようかなというふうに思ってて、せっかくこう地元のね名産品をこういうふうに紹介するだけだともったいないかなと思うので、実際に自分自身が体験したことっていうのもね、まあ、それこそこのラジオでねお伝えすることができたら面白いかななんても考えてますし、うん、農作業体験をちょっとやっていきたいなと思ってます、うん、その時また、リンゴの仕事、リンゴ畑の仕事ってどんなんだったよっていうことはまたお届けさせていただきますね、うん、農家さんからするとだいたい収穫が始まる9月ぐらいですかね、早ければ8月ぐらいからですけど、まあ、9月、10月、いっぱいぐらいまでは、まあ、農家さんの仕事のクライマックスというところまで、これから毎日続いていくというのもですね、まあ、2月ぐらいからね本当はもう仕事始まってるんですけど、本当雪深いところからねリンゴの枝をこう剪定作業っていってね、こう枝をカットするっていう作業をやったりね、その枝を始末するとかね、まあ、そういうのを2月の雪が降ってる時から実はやってらっしゃるんですけど、もう2月からもスタートはしてるんですけどね、まあ、本格的には4月ぐらいこの花が咲いてからなのかなというふうな形なんでね、私もこうちょっと見守っていきながら今年は体験もしながらっていうふうに思ってますという感じですね、はい、ということでですね、まあ、リンゴの満開、花の満開の模様ですねお届けしていきましたけど、まあ、せっかくね、いわきさんの話もちょっと冒頭させていただいたんでね、ちょっといわきさんのこともちょっとしっかりね、ここ見えるかな、ちょっと見えるようにちょっとしてですねよいしょ、いわきさんもちょっと皆さんにご覧いただきましょうね。こうしたらいいかな、はい、1625メートルっていうことで、そんなに高いお山ではないんですけどね、まだ山頂付近にはねちょっと雪が残ってまして、白く残ってますね、うん、いわきさんもスキー場もあったりねしますし、ちょっとこの私の角度からと分かりづらいんですけど、いわきさんは、女性のね女神様が住んでいるんだよと、神様は女神様なんだよなんていうことをよく言われるんですけど、その今ゆえんとなっているのが、このちょうどこう見たところがですね、山頂のところはこう3つこうかまたちっちゃい山が分かれているような感じになっているんですけど、その3つ分かれているところが女性のこう寝顔、横顔に似てると、寝そべった時の横顔に見えるっていうことで、いわきさんには女性の神様、女神様がいるんだよなんてことを私が小さい頃にはよく教わりました、うん、まあ、多分今でもねそういうふうに言われているんじゃないかなと思うんですけどね、うん、このいわきさんね、で麓にはね いわき山神社っていう、この辺を治めたねお殿様が、よくこうお参りに行ったようなそういう神社、由緒正しい1600年ぐらいだったと思いますけどね、創建されたのがすごい大きなね山門がある神社もあったりなんかしてですね、はい、いわき山神社なかなかね、弘前市内の観光じゃなだけじゃなくてね、そういわき山の方まで足伸ばしていただくと、そういう由緒正しい神社もあったりなんかしますので、ぜひぜひですねお越しの際には行ってみると結構こう心が洗われるというか、そんな場所になってますので、はい、ぜひぜひ行ってみていただけたらなと思ってます、はい、いわき山神社跡があるいわき山ですね、この津軽地方の名産じゃないけど名物でもないけど、まあ、なんだろうな、こう
自慢できるものの一つになってますというような感じです。はい。まあ、ということでですね、今日はあっという間ではございますけれども、ちょっとこう外で出てですね、今日もラジオつながるラジオをお送りしてまいりましたが、いかがでございましたでしょうか。エンディングのお時間です。はい、毎週日曜日の5時半から、つながるラジオを配信させていただいておりますので、ぜひですね、YouTube でもいいですし、リスラジでもいいですし、毎週のラジオでもいいですし、何でもいいのでですね、このせっかく沖縄でね、こうやって番組を持たせていただいているので、沖縄県と青森県がつながっていくっていうことも嬉しいなというふうに思いますし、なかなかこうね、端と端っていう感覚関係性なので、青森県になかなかお越しいただくことって沖縄の皆さんなかったり、知ることもね、機会も少なかったりすると思うんですけど、少しでもですね、そういった青森県とか、そういった私が住んでいるところをですね、知ってもらえたらいいなっていう気持ちでやらせていただいております。はい。ですので、私自身もね、沖縄県のことをぜひぜひ勉強す、もっともっと勉強できたらなというふうに思ってますのでね、いろんな方とつながりながら、地域とつながりながら、お届けしてまいりますので、また来週、同じ時間にですね、聞いていただけたらありがたいです。ということで、お相手は松山秀和でした。ありがとうございました。それではさようなら。